でけえスクリーンほらでっけえ。でここにどうもこんにちは、大川越前です。いや、レオパルドンの大使でございます。よいしょ。はい、今日はですね、こちらドライブインシアター、今日ですね、地球が丸く見える展望館っていうねとこの駐車場でドライブインシアターがあるんですね。で、そこでですね、銚子電鉄のあの映画電車を止めるな、ね、こちらがですね上映されるということで、で私ね、電車を止めるのも初めてだし、ドライブインシアターも初めてなんですよ。ダブルでですね、初めてのことだらけで、ちょっとね、ワクワクしておりますんでね、いつもと違う、まあ、映画館とちょっと違う雰囲気で映画が見れると。で、映画がですね、まだ始まるのがね、まだまだ、6時からなんですけど、今ちょうどね、4時半なんですよ。まだまだ時間があるんでね、ちょっとね、こちらドライブインの方で、車の中でとか待ちながら、こちらの映画の方で楽しみたいと思いますんで、皆さんね、ちょっと映画の内容はね、映せませんけども、ドライブインシアターのまあ感じとか、その映画を見た感想とか、そういったものをですね、お届けできればなと思っておりますんで、それでは早速、行ってみましょう。はい、会場でですね、銚子のお土産も売ってるんですね。これ、銚子観光協会さんですね。これほら、大吟醸ケーキとか、メロンのワインケーキとかね。まあ、いろんなものが、ほら、メロンまんじゅう売ってるよ。あ、ほら、出た。え、嘘、何これ。あ、このハンパンだけじゃないんですね。あ、すげえ。あ、これお得。これ、ほら、前に YouTube でね、やったんですよ。このハンパンの、食べ比べをして。これ、ほんとね、ふわふわ系の、おすすめの、ね、このハンパン。そして、そう、銚子電鉄さんだから。そうですね。さすがですね。ね、やっぱり銚子電鉄といえば、ね、濡れ線と。ね、いい、大した宣伝になりませんけど。いつもね、とんでもない。とんでもない。何を、もう全然です。もう、ペーペーなんで、YouTuber としてはペーペーなんで、本当に。ね、少しでもね、ちょっと宣伝できれば。ね、こういうもの売ってますよ。ね、売ってる方々、すごいなんか、気さくな方々ばっかりで。ちょっとどうしようかなと思ってます、私。本当に申し訳ない。売ってますよ、ほら。ね、やっぱすごいね、銚子電鉄の力ってすごいね。このままね、赤字がもうバン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 なくなってくれればね。ほら、売れた。もうすぐ売れる。ね、出店が出てて、お店の人見たら知ってる人だったんですよ。こんにちは。はい。お久しぶりです。ご無沙汰してまーす。ね、元気ですか。大地屋さんです。運転、なんか全然会ってなかったですもんね。だよね、キッチンカー始めたんですね。キッチンカー営業始めました。すごいすごいですよ、ほら立派なキッチンカー。なんか誰かいるなと思ったら本当知ってる人でした。今日は何売ってるんですか。今日は下のコンビニ、はい、出た焼きそば出た。あと何、焼きそばとチキンライスですか。特盛りじゃないですか。あとは揚げたい焼きと粗挽きフランク、はい、フルこの辺よくね、フルフルポットはね、イベントなんかでね、こういうの出してるんですよ。であとホットコーヒーとかね、紅茶とか出してますね。こちらこうなんか買いに行って車の中で食べて、で映画を見ながらということですね。さすがです。本当にもう素晴らしい。 いつもあれですか、こういうイベントじゃないけどどっか定期的に出たりするんですか。銚子漁協で、はい、ランチ営業とか銚子漁港、はい、第三魚市場。あ、第三魚市場で、はい、曜日は晴れの日は大体います。あ、平日でも、はい、あ、平日でも。で土日とかはどうなんですか。で土曜日まで、今日まで土曜日までは、ええ、漁協はやってるので、はい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 、月曜から土曜日まで。あ、なるほど。で時間は休みで、ええ、で日曜日はテラスとか犬吠埼とかで出したりするんですけど、はいはい、今ちょっと非常事態宣言。あ、そうですね。犬吠埼の方はちょっとお休みさせていただいてます。で時間は何時から何時までやってるんですか。ランチ営業は、はい、朝の8時ぐらいから1時ぐらいまで。はあ。漁協の方です。でこれが郵便局とか他の場所になると10時から3時ぐらいまで、はいはい、なるほど。というわけでございます。そういう情報ってどっかで見れたりするんですか。
の Facebook ティーズキッチンっていう名前でやってティーズキッチン、こちらですね、はい、ティーズキッチン、はい、こちらね、Facebook、このページとかで、はい、あの今日ここでやってます。あ、なるほどなるほど。もう少しこう情報がまとまってきたら、はい、前もって明日、あ、今週はこことここで。あ、なるほど、みたいな感じで。じゃあ、Facebook ね、あの下にここに、あの概要欄ここに載っけておきますんでね。あの後でちゃんとチェック皆さんね、よろしくお願いいたしますね。お願いします。今日すいません、また後で買いに来ますね。ありがとうございます。わあ、嬉しいな、なんか元気もらいました。ありがとうございます。どうも、駐車場のね、一番端っこの方に来たんだけど、やっぱ高台だからね、景色もいいね。海が見える。すげえ。向こうの方にね、船も見えるしね。いやー、いいね。でこういうところでこう映画をねこう見れるって最高じゃない。いや、すげえ楽しみ。でけえスクリーン、ほらでっけえ。でここにほら、こうこれ私の車ね、これこうやって車止めてさ、こうやって見れるのよ、こうやって。すごくね。ちょっと車なんか汚いから見せらんないけど、こうやって見れるわけよ、ほら、すごいね。機材かな、すごいね、大掛かりだね、やっぱりすごいや。機材も本当にプロの当たり前だけどね、映画やるんだもんね、すごいな。すごい、見てこれ、俺がイベントで使ってるのもうわけない、俺のイベントで使うおもちゃみたいに見えるよこれ。やっぱさすがだね、こういう機材を使って映画を流すんですね。いや、すごい、ちょっとこれだけでも俺感動なんだけど。FM を飛ばせるアンテナなんで。あ、これがその今日のその音声を飛ばす。ああ、そうなんですね。ここから車の。そうです。へえ、だそうです。これ、ああ、な、そうなんだ。へえ。おい、映画始まるまでね、ちょっと時間があってね。さっき、紹介した銚子観光協会さんのところから。メロンまんじゅう、ね、こちら、買ってきました。で、こちらね、ちょっと、まあちょっと小腹空いたんで、まだ映画始まってないんだけど、ちょっとね、食べようかなと思います。あ、メロンまんじゅう。よいしょー。オープン。入っちゃおう。あ、もうすでにいい匂い。開けた瞬間もうメロンの匂いがする。わー、いい匂いだな、これ。もう、この匂いだけでもいい感じ。ああ、いい匂い。じゃあ、ちょっと、いただく前に、ちょっと半分に割ってね。中身。おお、すげえ。わかるかな？なんか、ウグイスアンみたいになってんだけど。うわぁ、バリバリメロンの匂いする。バリバリ。ああ、いい匂い。じゃあ、ちょっと、いただきます。ん？おぉ！メロン！ほんとに。あの、皮はね、ほんと薄皮まんじゅうみたいな皮なんだけど、中のメロンあんがね、メロンの風味がめちゃくちゃする。あ、これうまいな。これうまいぞ。飛ぶぞ、これ。飛ぶぞ、これ。いや、うまい。やばい。メロンまんじゅう超うめえじゃん、これ。ほんとにね、メロン、バリバリメロンの味がする。うわ、美味しい。これ、メロンまんじゅうっていうね、商品なんですけど、これ美味しいな。これね、あの、銚子駅出てすぐ、あ、出てつか、銚子駅の、まあ、駅舎のとこに、銚子観光協会っていうのがあるんだけど、そこでも売ってます。もう、駅のとこですぐ買えますんで、これ。いや、美味しい。すごい。もうメロンで、バリバリメロン、ほら。いやー、本当にうまいな、これ。うん。食べやすいしね。これならね、ほんと子供さんもそうだし、お年寄りもそうだし、あの、お茶受けでも、にね、ほんとにいいし、お土産なんかにいいんじゃない？これ喜ばれると思う。ほんとみんな食べられるから、お土産に最適、メロンまんじゅうでございます。美味しい！うん。うまい。で、まあ、映画見るにあたってね、ぼーっと見たらしょうがないわけですよ。だから、今回ね、おつまみ。おつまみっていうか映画見てるときに食べる。やっぱ映画見てるときにね、なんか食べないとね、
で、今回買ってきたのはこちら。札幌ポテトバーベキュー。これうまいよね。これ食べながらとか。あとね、スコーン。こちらバーベキューですね。バーベキュー好きなんで。あとですね、飲み物ですね。やっぱ喉も渇いちゃったらしょうがないんで。ね。喉渇いたらしょうがないでしょ。だから飲み物買ってもらえね。というわけで、まあ、調子ということで、こちら。でねん。出ました、マックスコーヒー。私の動画で何度も出てきてます、マックスコーヒーでございます。ね、これとか、あとね、もう一個。こちらですね。ドクターペッパー。こちら。もう、私の大好きなドクターペッパーでございます。こういうのね、飲みながら、ゆっくりと、ドライブインシアターをね、もうちょうどね、こっから、こう、寝ながら、こう、寝て、見ると、ちょうど、見えるのか見えるのかうん、見えた見えた。こんな感じで見えますんでね。ちょうど今、逆光ですね、これね。まあ、まだまだ始まるまであるんで、ちょっと、ぼちぼち待ちたいと思います。うい。日没、ほら、夕日切れたね。いいね。素晴らしい。フランクフルト買ってきたんだけどさ、予想以上にでけえ。さすが大中さん、すげえな。いただきますね。うわ、超うめ。でかいし、皮パリパリしてるし、うまいわ。あ、美味しい。小腹空いてからちょうどいいや。間もなく始まる感じですね。今ね、音は切ってあるんだけど、こう、調子のね、これ、YouTube で見たことあるな、この映像。なんか、こう、調子のいろんなね、ところをね、映した映像がね、大スクリーンで流れております。で、それを眺めるために今、車のシートをですね、倒して、こうやって見るとちょうどいいんですよ。こう、寝転んでみるとちょうどいいんだけど、眠くなっちゃいそうな気がして、でも楽しみです。もうそろそろ始まると思います。楽しみです。始まる始まる。FM の電波でね、音声今のみたいに拾って、ね、FM の音で、会場のご案内です。お手洗いは画面を正面に見て、左手、奥にはございます。同じく、左側に、キッチンカー、受付、調子のお土産販売所を開いております。どうぞご利用くださいませ。ご利用ください。さあ、始まるか？もう6時だ。楽しみですね。映像は流せません。作品は、調子市観光 PR ビデオを約5分。調子電鉄様制作の電車を止めるな約84分を上映予定でございます。だそうです。上映時刻まで今しばらくお待ちくださいますよ。待ちます。お願い申し上げます。待ってますよ。はい、見終わりました。いや、予想以上にいい映画でした。面白かったっす。面白かったっす。本当に、いや、良かったですよ。うん。自虐的にね、超 C 級映画とかって言ってましたけど、全然、面白かった。もう一回見たい。うん、もう一回見たいです。ストーリーもすごくよくできてたし、で、もう内容は詳しくちょっとまだ言えないけど、よかったよ。うん、本当に面白かった。いや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 、素晴らしい映画だなって、正直思いました。
まあ、ストーリーとしては、こう、銚電がメインでね、そこでこう、こう、ね、やっぱり赤字が続いてて、なんとかしようってことで、その、お化け電車っていうのをね、心霊電車みたいなのをこう走らせようというのがメインで、そしたら、途中から本当のお化けが出てきてしまうっていうストーリーなんだけど、ちょっと見ると、なんつうのかな、こう、おちゃらけてるような内容なのかなと思ったら、そうじゃないと。もっと深いストーリーが隠されてると、途中からね。面白かった。本当に素晴らしかった。で、今日、ここ来たら、お土産もね、もらえて、超電の、ぬる線と、あと、ちょっと気になってた、枕木。これもらいました。これ後でレビューします。で、もう一つ、謎の封筒、これね、終わるまで開けないでくれって言われて、ちょっと中見てみます。みんなちょっと見せません。なんだろう。ちょっと中見るね。あーすげえ、すげえ、ちょっと言えないけどすごい、すごいものもらいました。あ、これはね、なんかこの封筒の中身は私だけのものにしたいと思います。あ、すげえすげえ、ちょっと嬉しい。あ、いいものもらっちゃいました。ありがとうございます。というわけで、ドライブインシアター、初めてのドライブインシアター、そして、電車を止めるな。面白かったです。もし何か機会あってこの映画見れるということがありましたら、ぜひぜひ見ていただきたいなと思っております。いや、本当に面白かった。お見事。お見事です。で、今からちょっとアンケートを書いて、それすぐ出れないんで、車いっぱいなんで、すぐ出れないんでね、これ書いて。帰りたいと思います。とりあえず今日はこの辺でお開き。はい。よろしければチャンネル登録、高評価、そしてコメントよろしくお願いします。いやー、よかったなー。初のドライブインシアターもよかったし、映画の内容もよかったし、見てよかった。面白かったっす。銚子電鉄さん、面白かったっす。ありがとうございました。お土産も、ありがとうございます。ありがとうございます。楽しい映画を見れました。いい時間を過ごせたかなと思いますんで、ぜひぜひ皆さん、銚子電鉄、そして銚子、ね、そしてほんのちょこだけで私もよろしくお願いいたします。というわけで、別の動画でまたお会いしましょう。レオパルドンの愛称でございました。お見事でした。